Hôm nay là ngày 10 tháng tháng 10 thứ hai. Hôm nay trời u ám. U ám. Hoi mua. Thì có chút tố ame. Cứ mô đi. Toki toki ame.今日は昼休みにいつもはね出前が多いんだけど、まあデリバリーが多いんだけど、もうねあの近所の食堂もオープンしてるんで、ちょっと外食べに行こうかなと。そしたらエレベーターのところにちょうど社員のね若い子がいたんで、あー MD だうっつって、あなんかどうのこのって言ってた、あートイクトイクンリートイクンリーって言ってね、一緒に行こうっつって行って、でそしたらフォーボーはいフォーがどっち行きますかみたいな、ね、言うから、じゃあフォーが行こうっつってね、中東へでフォーがアンフォーがとか言ってね、なんでフォーボーかフォーボーかフォーがっていうと、お店が違ってね、あのフォーボーやってるお店とフォーがやってるお店が近くなんだけど、それぞれ両方はやってなくてね、でも確かにねそれは納得いくよね、あの出汁がやっぱ違うから、あのフォーボー専門店とフォーガー専門店って分かれてるのはね納得だよね。でそこでね、まあその食べながらねいろいろで、彼は英語はほとんど喋れないから、まあ普段もねあんまりあの仕事上もね話すことはないから、彼とはね、だからまああのいろいろ質問慣れてみた。あ、週末は何やってますか、何やってますのとか、M to to buy ば中にあ、ラムジーかな、的なかな、ダーラムジーかな。そしたらまあ答えがね、最初ねなんかもうって言ってたね、M もうとか。もうなんだろうと思ったら、でこう寝るっていう仕草やったから寝る。でもあもうってあるか、もうだと夢だよなって、だから夢を見るっていうのが、まあ、寝るっていうのの比喩的な例えで、あの表現で言うのがうって言ったけど、もうって言い直されてたからね、うん、寝てるとかってで、お父さんがあなんだな、あその流れであるか、あの何聞いたんだっけな、あ、M 考夜本、夜考夜本って聞いたの。それはあの何いろいろ試したけど伝わらなかった。夜本ってのは要は彼女いるのってね聞いたんだけど。発音がね、多分キキさんみたいに、イエウ、多分なかなか難しいんだろうね。で、後でチャットでね、伝えたら、書いたら、書いてて、M、チュア・バオザーって言ってたけどね、まだいないっつって、ね。で、あって、んごいイエウって言ってたね。イエウだけじゃなくて、んごいイエウ。まあ、こういう人って、んごいイエウ。で、まあなんだいろいろねやつ一個あるかで、向こうもねセップはなんか聞いてんだけどね、どうしてもわからなくてね、これからどこ行くのとかって言うから、ああもう食べたら帰るよ、オフィスに帰るよ、うん、アンサウサウアンクワイこいらい、コンディーとかって言って、でもなんか違うってね。で、後でまたチャットでね、何を聞いてたのって言ったら、普段昼休みはね、オフィスにずっといないと思う、いない時がありますけど、どこに、どうしてますかって言ったらね、うん、それ別にもう何て言ってたかな、
とにかくまあ、うん、それは見ては分かるんだよね。うん、ああ、近くのカフェに行ったりしますよ、つって、ね、答えたんだけど、まあ今日は雨降ってたから、もうすぐオフィスに戻ったけど、つってね。あとは何だっけな。あとはなんか、この前サッカーね、あれが、ベトナムとオマーン戦があったけど、それは見たとかっていう話だよね。何で見た？テレビで見たとかね。じゃあ今度11月何日に日本とベトナム戦があるねとかね。そういうのはそこそこね、いくつかの会話が成り立ってよかったね。ただまあ伝わんない時は全然伝わんないので、英語で例えばさっきの彼女いるのとかってさ、Girlfriend, do you have a girlfriend? とかって言っても、Girlfriend とかね、伝わんない。Lover とか言っても伝わんないし、ね、発音が悪いのも、悪いってもあるんだろうしね。うん。でもまあ、英語ができないといいかもしれない、ほんとね。社員でもね、英語が結構堪能な人もいるから、そういう人とはね、もうまどろっこしく、こんな別の者の会話付き合ってくれないからね。もちろん日本語できる人もね。だからほぼベトナム語オンリーの人と喋るのはいいかも。で今日帰ってきてからね、ちょっとリッテルカード、携帯のスマホのねあれがなくなっちゃって、家の Wi-Fi がちょうど使えなくなっちゃって、うん、今は復活したけどね。近所のお店、前行ったことある近所のお店に行って、携帯ショップみたいなとこ行ってね、でそこでチャージしてもらうのに、で僕はね割とこうもうチャージしてこうなくなったからって、なんつうかな、ヘッドデータかヘッドへ、エンコーデーランキーディプトイまあなんとか伝わるだろうなと甘く見てたら、本編本編って言われちゃって、あそうかそうだよな、こんな勢いついたところで何言ってるか分かんないだろうなとね、と申し訳ないなと思って、あれがなくなってるって、チャージがなくなってるっていう、そのあれを SMS のね、ショートメールのメッセージを見せて、うん、こういうことっつって、ああ分かったっつって、で彼もね英語はダメだから、ただまあ意思疎通は Google 翻訳のところで英語で見せてくれて、うん、30日で120だよっつって、ね、まあかい、ダクダクとかですね。うん、そう、ポイントだから、英語を喋れないベトナム人と交流しようのはいいかもしれないね。うん。はい、ちょっと、まあ、こんなね、日記のように、ベトナム語でこんなことありました、ありました、なんとかなんとかって言ったところでね、ベトナム語力が向上しないので、やっぱ練習をね、そちらの、楽々のね、基礎、これをねやろうって言って、必ずしも毎日やってないんで、やっぱりやりましょう。シャドウイングしながらね。ちょっと行っちゃった。OK。あ、みぞや、たみりそん、ちょんび、あんこみや。うん。おかえりなさい、お風呂に入ってご飯を食べよう。ね。あんべ。I'm Bezo Ya, お帰りなさい。I'm Bezo Ya, time this phone, Trumpy, I'm coming ya. ちょっとこの辺ね、シャドウイングでいこう。I'm Bezo Ya, time this phone, Trumpy, I'm coming ya. うぅ、hôm nay nhiều việc, đau hết cả đầu. I'm Bezo Ya, time this phone, Trumpy, うぅ、hôm nay nhiều việc. ちょっとついていけないな。I'm Bezo Ya,タンビー、ソン、チョンビー、ウー、ホンナインユー、ダウエット、あー、大変な。一回止めよう。うん。このね、女性が、奥さんが言ったのに対して男性が、ウー、ホンナインユー、ビャク。今日は仕事、たくさん仕事があって、ダウヘッ、カダウ、頭が痛い、ダウヘッ、ダウ頭でダウダウヘッカダウダウヘッカダウ、うん。
あ、ダウ、ダウ、ダウ、あ、これね、大変だよね。成長も同じだって、真ん中の A だけが山冠あるとあるのもないで、最初のダウ、ダウが動詞の痛いだよね。で、2番目のダウ、ダ、ダウ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 、勢いでいくしかないのかな。一個一個ネチネチっていうのも気持ち悪いな。ダウ、ダウダウ、ダウダウで分かるだろう。ダウ、ダウヘッカーダウ。これはヘッカーだからすっかり頭が痛いって感じだから、ヘッカーダウ、ヘッカーダウ。完全に頭が痛い。ダウヘッカーダウ、ダウヘッカーダウ。本来にビアク、ダウヘッカーダウ。ちょっとシャドウイングでいこうか。最初から。どう本来にビアク、ダウヘッカーダウ。I'm based here. Time the song. Song to be uncle nya. Ooh, Honai new gag. Dao head card out. Okay, go. I'm based here. Time the song to. Ooh, Honai new gag. Dao head card out. I'm based here. Time the song to be uncle nya. Ooh, Honai new gag. Dao head card out.次行こう。Antique Lyric O Han Hai Nya。 これは簡単だよね。韓国旅行と日本旅行どちらが好き？ Antique Lyric O Han Hai Nya。 それに対して Antique Zurich or Han Hai Nyan。 それに対して答えが Antique D か Hai どちらも好き。いい答えだね。摩擦の起こんない。 Antique D か Hai か Hai かは、まあ、両方二つ両方ってことだね。 Antique D か Hai。 じゃあシャドウイング行こう。さっきのやつもまた戻っちゃった。うん、本来に呼びやく、ダウヘッカーダウ。エムティクディーズリクオハンハイニャン。エムティクディーカーハイ。エムティクディーズリクオハンオハンニャン。エムティクディーカーハイ。これ早いね、ほんとね。簡単だと言つ。めちゃめちゃ早いね。ちょっと、今シャドウイング出して言うと、エムティクディーズリクオハンハイ。オハンハイニャン。ハンハイニャン。オハンハイ。オハンハイニャン。多行行一，多行行一，多行行一，得唔得啊 ？Em thích du lịch, 多行行一，多行行一。Em thích du lịch, 多行行一。韓国と日本どちらに行くのが好きですか？どちらの旅行に行くのが好きですか？Em thích đi du lịch, 多行行一。これはね、シャドウイングは結構厳しいぐらい早いのかな。もう一回行くね。あ、さっきのやつ。うん、本来に呼びやく。ダウヘッカーダウ。エムティクディズルクオハンハイ。オアハイ。エムティクディカハイ。エムティクディズルクオハンハイヤ。エムティクディカハイ。これ絶対自分で言え、これぐらい言えないと聞き取れないってことだろうね。もう一回行こうか。戻るとまた前のセンテンス言っちゃってる。うん、本来に呼びやく、ダウヘッカーダウ。エムティクズリクオハンハニャン。エムティクディカハイ。エムティクズリクオハンハニャン。エムティクディカハイ。
シクロフロレンスがちょっと遅いからね。